すみれさんが、すみれさんが、とんでもないことを、とにかく一緒に来て。なんだろうな。なぜ止めるのです?素晴らしいひな人形を提供しようと言ってるのに、そういうパターンか。お金持ちパターンか。ダメですよ、すみれさん。そんな大きいものを置く場所がありません。何が起きてるんだ?すみれさんが神崎の家から豪華原寸大?原寸大?そんなの持ってる人いんの?七段ひな飾りを持ってくるって聞かないの。豪華原寸大七段ひな飾り?原寸大って、人形が?そうですわ、少尉。まるで生きているかのごとく、それはそれは美しい人形ですの。安っぽいミニチュアサイズのひな人形など私には不釣り合いですわ。じゃあ、マリアさんが万が一流しびなしたとしても、神崎家から持ってくる流れになったろうな。大神さんからもなんとか言ってくださいよ。ああ。私に意見するなんて許しませんわよ。こうしてくれますわ。花札やるんだな。さあ、早く配ってくださいな。なんかもう、面白すぎるな、このストーリー。素晴らしいね。ま、こんなものですわね。さあ、まあこれも勝ちましょう。今んとこ2勝1敗ですね。負けたのはアイリスだけだからな。あ、鶴取りましょうか、これは。まあでもどうだろうな、光札取っても、あー、すみれさん1枚も幕を持ってたしな。やっぱり一番欲しいのはこの5項に当たるね、光札5枚なんですけどね。最低3枚揃えば役として成立するんだけど、うん、まあすみれさんが1枚持ってっちゃって、桜に幕を持ってって、私が鶴に松をね持ってってるから、うん、あとは場にないので3項は揃う気配はないかなっていう感じ。あー、杯来ちゃった。それ来たらもうダメよ。ダメよ。あ、来い来い来い。いよいよ見せ場ですわね。月見狙ってんのかな。リーチだもんね、月見酒もね。そうだよな。だからなんか安い役でもいいから確保しないとっていう感じだけど、どうだろう。厳しいと思うんだよな。あ、ラッキーで鹿が山札か出てこようもんなら、とりあえずイノシカチョウがいけるけどね。今私イノシカチョウリーチでしょ。だから鹿が来ればあとはね、鹿のカードが来ればね、札が来ればいいんだけどね。あ、そっか、これ2枚あるからどっちか捨てちゃって、山札から鹿を引いたらラッキーで狙ってく。まあさすがにそんな都合いい話じゃないか。スミレさんも持ってはいないのか。で、ああ、広がっちゃった。まあそうだよな。やめそうだな。やめそうだな。やめた。4問。このくらいで勘弁して差し上げますわ。4問でマシだったと思うべきかな。とりあえず。私にしては安すぎかしら。親取られたの痛いな。私が親ですわね。ここで負けるかもしれないな。ちょっと先手取られると結構きついよな。同じ種類の札が3枚出たのでまとめてくださる?梅か。ま、こんなものですわね。どうでしょうね、これ。あー、幕持ってたか。菊が場に出たな。菊が場に出たな。あれ塞いでおいた方がいいな。すみれさんが杯持ってたら花見酒一発で決めるもんな。防御の花札って結構マイナスになることがあるからな、気をつけないといけないな。いやー、すみれさん菊捨てたのなんか臭いな。杯持ってんじゃない、もしかして。あー、持ってないか。あぶねー。そこはちょっとヒヤヒヤだな。場に菊が出ちゃったのはなんかもう山札からどっちが取るか。赤タン、やったー。7問だ。うん、短冊5枚かつ文字のある短冊が3枚だからね。この赤タンっていう文字が書いてある単札3枚で完成の役と、これだね、単札5枚、短冊の札5枚あれば OK っていうので同時に揃ったので7問か。これはラッキーだな。逆転ですね。逃げるなど許しませんことよ。これはもう逃げるでしょう。いいね、3対6。
いいなこの富澤さんのボイスな、絞り出した感じあるね。少尉が親でよくってよ。この顔いいな、この顔つきいいな今の司令のすみれさんでは見れない顔だもんね、こんなの。お、これは何かの間違いですわ。すみれさん札悪いんだな、今のボイスからすると。私は割といいけどね。まあススキからかな、あやめから言ってもいいけど、ススキで月をキープしておこうか。雨が出てきた。あー、すみれさん持ってたか。まあとりあえず私は3問取れればいいかな。すみれさんが残り3問だから。お、いいね、3個リーチだけど、うん、まあでも可能性は低いな。3個リーチだけど、今の取り札から見ると、鶴か、鶴か桜に巻く、どうかな。鶴が場にあるけどね、なんとも。まあ運だよな、こっから。ああ、持ってっちゃったな、持ってっちゃったから。桜に膜をよっぽど組み合わせよく取れればって感じだけどね。種札が今3枚あるね、取り札。お、うわ、上や、それは。ああ、持ってっちゃったから、もう3個のリーチはないんだね。だから私が今狙うべきは、種だな。月見酒のところの段に書いてある3枚取ってるね、あの動物とかがついてるところが、種札だから、そこが狙いどこかなと思うんだけど、手札が全部真っ黒だから、菊捨てるとすみれさんが花見酒持ってく可能性もあるしな。いやー、ちょっと爪が良くない感じになっちゃったな。種来るかな、種来るかな。ダメか、なんもねえか。すみれさんがカス10枚で親の権利持ってって終了か。私にしては安すぎかしら。これ親の権利持って帰っただけでも私が親ですわね、ダメージはあるよな。あ、3対5。同じ種類の札が3枚出たのでまとめてくださる？うわ、聞く、重なったな。ま、こんなものですわね。すみれさん持ってるかな。あ、持ってた。うわ、これは厳しいぜ。もうこの取り札だもんな。月見花見リーチで、月は私が持っているからなんとかなるけどな。うわ、ちょっと嫌な状況だわ。私残り5問だから。揃った、負けた。コンティニューなし、きついな。私の勝ちですわ。はい、あなたの勝ちです。いやー、やっちまったな。私に勝とうなんて500光年早いですわ500光年は距離なのよ全くお話にもなりませんわね。いやー、これでなんかエンディングが悪い方に進むのかな。負けるとなんかね、そういうのがあるんだろうな、きっと。大神さん椿ちゃんごめんね。すみれさん、その豪華ひな飾りが置けるのは舞台くらいしかありません。役者にとって大切な舞台でどんちゃん騒ぎをするつもりなんですか。いやー、かすみさんなんかさすがだな。花子らとかもそうだけど、かすみさんビシッと一言をいいことっていうかさ、説得力のある言葉選びするんだよな。それはそれでもいいと言うなら私はもう止めませんよ。どうやら私の負けのようですわね。ひな飾りは諦めますわ。はあ、かすみさんがすげえってことが分かって終わりました私、他にも準備がありますので、ごめん、遊ばせ。すみれさん、神奈川に戻って取りに行くつもりだったのかな。なんとかピンチをしのいだようね。ごめんね、みんな。俺が頼りなくて。いやー、この花札で全部決着つけようとする花組の風習やめよう。それでは大神さん、私たちも仕事がありますので、この辺で。みんなごめんね、仕事があったのに。申し訳ないね。
あ、またね。あとさくらとコーランか。全員戦うんだろうな、流れ的に。じゃあ俺は楽屋で待機でもしてるか。お、悪い顔してるな。もう悪い顔してるもんな。お、コーランだ。なんだかひな人形に向かって不気味に微笑んでいるが、金槌？金槌を取り出したぞ。何を始めるつもりなんだ。なんや大神はん、いるならいるって言うてや。びっくりするやないの。ごめん。ちょうどええ、大神はんにも手伝うてもらうやないの。悪い顔してんな。わ、これまた嫌な予感が。ほな、大神はんはそこに置いてある装置を組み立てといてもらえます？え、あ、これどれがどのパーツなのか全く見当がつかないぞ。なんや、情けないな。それぐらいの機械もいじれんとは。いい機械や、うちがみっちりしごいてあるわ。行くれ、大神はん。うちの計算についてこれますか？何を考えてんだろうな、この人は。負けた後、勝った後の展開がなんか楽しみだな。ぼちぼちやな。ちょっとこれは場が荒れてる感じはあるな。蝶が今あるのと光も1枚あるしな。どっち狙う？手元にイノシシ1枚あるし、ススキに月もあるからな。松が場に2枚あるから鶴ね、この5個の中で一番左の鶴で山札が出てきた時とかは3個成立しそうだもんな。ちょっと3個を狙ってみようか。じゃあ、お、雨出てきた。まあコーラ取るか。まあそうだよな、タイミング的には取るよね。で蝶を取っておこうか。だからイノシカと、あー鶴持てだが、桜に幕が出ない限りじゃあ3個はないな。イノシカ蝶と3個のダブルリーチの線で狙いたいけどな。だからこれ取っときたいんだよな。鹿がもみじだから、わざと取っておくか。雨を捨てるか。で、ススキを取って、あ、やった、計算通り。いいですね、三段がうまくいきましたね。まあ月見とかも可能性あるけど、ここは手堅くいこうか。6問取れれば結構ゲーム作れるもんね。やめた。なんや、つまらんな。6問は大きいよ。これはいいね。なかなかやりますやん。なんか大きい役で勝った時ちゃんとした顔すんのコーランぐらいだね。きちんと花札好きなのこの人ぐらいかなみたいな。マリアなんかもう戦々恐々としてたしな。今度は大神派の親やな。よし、行きましょう。これもできれば、ぼちぼちやな。完封したいよね。ラッキーだな。とりあえず今赤単も取れるし、さっきと同じで高校取れるのは大きいな。で杯あるから、まあ月見花見をコーランが取るっていう可能性は防げるな。どっちかな。短冊取っておくか。で、あー、そうか、そうなるよね。山札からそれ持ってったら光持ってくよな。まあいいか、とりあえずこれしか取れないから。あ、月出たな。月が出た、出た、月が出た。お、ラッキー。これは運がいいね。私が杯持ってるから月見酒リーチだよな。ちょっと速攻でそこから取るか。菊捨てて、あー、コランが取ったか。まあしょうがないな。だから場に菊が出てくる時があったら杯を私が取ってしまえばいいんだね。鹿とイノシシでイノシカ蝶リーチに。あ、でも蝶はもうコーランが持ってんのか。これは微妙だな。山札から何が出るかだな。単があと1枚ゲットしたら単5枚成立だし、カスも8枚だから、カス2枚取れたらそれでもカスで10枚で成立だけどな。
どうかな、どうかな。あ、ラッキー、素晴らしい。月見3問と単で1問で合計4問完封で勝ちましたね。いいな、今んとこ3勝2敗で勝ち越しにはなったな。この人も爆発するんだったね。花札で爆発できる人、カンナさん、スミレさん、コーランって3人いましたね。大神藩やるやないの。もううちの教えることはあらへんわ。今日から工部の整備も全部大神藩にお願いしますわ。え？ははは、冗談や冗談。そんなわけないやろ。ところでコーラン、この装置は何に使うんだい？そこだよな。よくぞ聞いてくれました。ひな人形の改造や。いい改造だったらいいけどな。改造？ひな人形が動いて喋ったらおもろいひな祭りになると思わへん？うん、賛成かな。個人的には悪くないけどね。怖いだけじゃ。ああ、まあそうか、それもそうだな。なんや、夢のないつまらんお人やな。楽屋の準備は終わったかしら？さっき見た時はマリアさんがひな壇を飾りつけてましたけど。あれだろうな、マリアごまかすためにやってんだろうな。桜班とスミレ班や、みんなのおらんうちに改造して驚かせるはずやったのに。この計画は失敗や。来年まで改造は諦めるしかないな。来年はなるんだな。来年もやるつもりなのか。あ、大神さん、コーラン、どうですか？準備は進んでますか？いいね。なんか後ろの風景もね、紅白幕とか出てきてちょっと豪華になってきたな。なんか花組のひな祭りって僕らがよく知るひな祭りよりももうちょっとね、こう盛り上げる感じがあるんだろうな。本当にパーティーっていう感じにするんだろうね。ひな壇の準備は終わったようですわね。懐かしいですわ。神崎の家ではすぐに人形を片付けてしまいますの。お嫁に行くのが遅れないようにか。そうか。え、なんでですか？せっかくのひな祭りなのに。ひな人形を出したままでいると婚期が遅れるというお話をご存じなくて。そうなんですか？大変、すぐにこの人形も片付けましょう。まだパーティーも始まってないのに。いえ、こういうことは早めに手を打った方がいいに決まってます。こいつのポンコツはそういうことか。ささ、大神さんも手伝ってください。あ、こら、さくらくん、パーティーが終わるまで待つんだ。大神さんは、私との結婚が遅れてもいいって言うんですか？私とのって喋ったな。もう許せない。そんなこと言う大神さんは、私が成敗してあげます。待ってました、大神さん。さあ、勝負です。いやー、このボイス懐かしいね。セガサターンドリームキャストの桜対戦は、桜がね、6人目じゃん。こういう風にストーリーがついてるわけじゃないからね。だから桜のところまでたどり着くっていうのは、本当に彼女が言う通り、待ってましたなんだよな。いやー。いい勝負ができそうですよ。わー、なんか、そのボイスやだな。いい札持ってんな、さては。いやー、勝ち越しで終わりたいけどね。今3勝2敗だからな。勝ち越しで終わりたいけどね。あー、とりあえず蝶を取るか。する。あー、やっぱいいの持ってんだな。いいの持ってんだな。だから逆に場にあるさくらがいい札を取りやすい札を消してしまうことが大事だな。あー、いい感じ、いい感じ、いい感じだね。結構萩はもう取れることになるから、他の2つどっちかだな。どっちかな。梅かな。梅だな。梅。あー、しまったー。山札から引いたか。あとはこっち取っちゃって、光持ってたらもう厳しい。あー、くそー、いろいろやっちまってるな。山札からの引きとかぶっちゃってんだよな。どうしよう、どうしよう。なんか早く桜より成立させなきゃいけないけどな。イノシカチョウのリーチがかかってるけど、あとはカスか。カスかな。でも、山札からいいのが来るしかないよね。あー、どうしよう。これ重要な分岐やな。どっちだ、どっちだ、どっちだ。あー、サッカー好き出てきた。やばい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 。やばいよ。
なんかそれ、なんかそれ、なんも揃わん。あー頼む。だーさよなら。おや持ってかれた。大きい点数の役じゃないことがせめてもの救いだな。なんとか勝ちました。うん、なんかもっと大きい役になるかなっていうふうに予想してたけど、一問で済んだ。まあそれがとりあえずせめてもの救いか。今度は私が親ですね。そうだね、親持ってかれるっていうことはやっぱ痛いんだよな。いい勝負ができそうですよ。杯場にあるな。あ、さくらそこから取らないってことは持ってはいないな。私も残念ながら菊は持ってないから杯は取れないけど、とりあえず月を取って、うん、で菊、あー持ってかれた。やばい、それはやばい。さくらさん、桜木幕を持ってないんだ。持ってないから、うわー出てきちゃった。山札から桜木幕が出てきて、どっちに転がるかだね。私が取るか、さくらさんが取るか。どうなるでしょうね。どうなるかな。私も特に何か揃いそうな気配ないまま、カスが10枚。あーこれやめるだろうな。でも揃わないもんね、それ以上。ここまでにしておきます。うん、終盤だからな。いい判断だろうね、これで。なんとか勝ちました。とりあえず2連敗ですよ。今度は私が親ですね。大きいダメージになってないのがまだなんとか楽なとこだけどね。いい勝負ができそうですよ。あー場が荒れてる、場が荒れてる。うわー光だらけって、ちょっと場が荒れてるな。でも何も取れない、うん、やばいやばいやばい。さくらさん3個もうリーチだよ。わあ、私が月持ってるからこれはいいけど、桜だよな。桜に幕持ってかれる可能性があるよな。うわあ、ちょっとこのワンゲームも苦しいな。勝ちようがないかもしれないね。ここブロックしておきたいね。ブロックして桜が場にない状況にして、うわあどれ単か。どうするかな、やめるかな。こいこいか。こいこい。このこいこいの言い方いいな、横山さんのね。いやもうこの当時から新宮寺さくらが完成してたのがわかるよね。さてどうだろう。カスが8枚になったから、カスが10枚揃えばいい。あやった、杯来たの大きいな。おし、月見酒ゲット、素晴らしい。カスもついでに取って、あやった。これどっちだ、種よりもカスだな。カス重ねた方が点数になるな。これで6問合わせで結構大きくなったね。逆転です。いいね、8対4、勝てるぞ。わすごいですね。うん、これは確かにすごいね。よし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 、なんとかできればもうここで決着つけてしまいたい。あ、いい勝負ができそうですよ。割といい札じゃない、桜は持ってるからな。ここと杯が来ればだからね。まあ月が場にあんのが取れたらよりいいんだけど、まあそこはしょうがないでしょう。うーん、柳を取って、あ菊出たな。菊出たからあれを取っちゃって、であとは場に桜が出れば私の手札にある桜に幕を使って月見じゃなかった、ごめん、花見酒の方を成立させることができるよね。うーん、残り山札からどう出るかっていうところを見ていくのは運次第だからな。おそらくさくらさんも、あやった出てきた。あーそうだよねそうだよね、こっちのやろうとしてることは分かってるだろうからブロックはするだろうな。単、おラッキー、月見酒取れました。やったね。あーよかった、勝ち越しで終われる。エンディングが負けちゃった。このボイスいいんだよな。うん、負けちゃったのボイスな。よかったよかった。どういう条件でどういうエンディングになるか分かんないけど、これでちょっと大神さんのバカ全ボイス可愛いな。
あーよかった。とりあえずいい方に進むかな、これで。さくらくん、君なら大丈夫だよ。だってそうだろ。なんだよそうだろうって。やだ、大神さんたら。バカばっかり。大神といい。何がダメって、あのみんないるんだよここに、二人っきりじゃないんだよ。なんでそのこのスイートな雰囲気は。大神はんもなかなかのやり手ですな。それじゃ大神さん、一緒に準備の続きをしましょうか。ああ、さくらくん。なんだろうな、この大神は嫌いだな、俺。いや、とりあえず終わったな。さあさあ、みんな、お料理と、これなんて読めばいいんだろう。ちょっと知識ない、なくてわかんないな。白酒でいいかな。の準備ができたわよ。お部屋の飾り付けの方もバッチリです。わーいわーい、ひな祭りパーティーだ。早く始めようよ。いやーいいなー。なんかこういう風にみんなね、平和に楽しく過ごしてたんだな。大正13年。そうだな。ごめんね、なんて言うかわかんないけど、白酒でいいかな。乾杯しようぜ。それじゃ。乾杯。いいなー。なんか楽しそうだな、本当に。ひなあられどうなったんだろう。アイス、ひなあられどうしたんだろう。あとはこの机を地下倉庫まで運べば片付けもおしまいですね。毎回あの机持ってってんだよな。他のイベントとかでもそうだけどな、大変そうだよな。重いものなので大神さん、お願いできますか。この時の帝国歌劇団エレベーターないもんな、大変だよな。ああいいとも。一人じゃちょっと厳しいな。手を貸しますよ隊長、私に任せてください。大神はん、うちでよかったら手伝うで。二人は必要なさそうだし、誰に頼もうかな。ほう、これこういう分岐なのか。まあマリアにしようかな。コーラのエンディングこの間見たから、マリアのエンディングとか見たいけどね。なんかこの二人の分岐なのか。へえ、それじゃあマリアにお願いするよ。わかりました、それでは行きましょうか。うん、近そうからね、いつものこの奥に机を置いてと。これで完了ですね。マリアのおかげで随分助かったよ、ありがとう。今日の流しびなのことは秘密にしといてあげる。いえ、大したことはしていませんから。さてと、学園に戻ろうか。あの隊長、片付けは終わりましたし、少しお話ししませんか。あ、いいとも。なんだろう。おお、サロンじゃなかった、ごめん、テラスか。隊長やみんなのおかげで初めてのひな祭り、とても楽しめました。ここからの風景ね、ここからの風景を大事にしていきたいよね。帝国歌劇団の戦いはこれからも続いてるからね。天宮桜や神山隊長がね、引き継いで、そしてきっとね、今お出かけしてる桜たちも戻ってくるでしょうからね。いつか新桜大戦2以降で戻ってくるでしょうからね、きっと。それは良かった。一時はどうなることかと思ったけどね。本当にな。これでまた一つ日本の文化を体験できて、そのなんだか少し体調に近づけた気分です。そうか、なんかこういうね、いろんな行事事とかをやって交流していって、みんなが近づいていくんだろうな。桜大戦のいいとこってそこだよね。あの他にも魔物と戦うとか、いろんな脅威と戦うストーリーってのはたくさんあるんだけど、みんなの日常を大事にしてくれてる作品だなって思うんだよね。本編の中ではその見ること見切ることができなかった部分っていうのもね、こうやって恋恋大戦とか花組大戦コラムスとかで
埋め合わせてくれてるっていうのはすごく嬉しいことだなって思うし、うん、こういう作品がもっともっとたくさんあれば嬉しいなっていうふうには思うよね。はあ、いいな、なんかいいストーリーだな。マリア、さっきさくらくんとなかなかスイートな雰囲気になってたけどな。誰そこにいるのは。おおほほほほほほ、いえ別に覗いていたわけでは。大神さんって誰にでもそんなことするんですね。このさくらが一番好きなのよ。まあテラスなんかでやってたよな。ずるいずるい、2人だけでおひなさまごっこするなんて。おひなさまごっこって。今日はアイリスに怒られっぱなしだな。お代理様におひなさま、2人並んで何しとったんや。この人今日悪いな、悪役だな。ま、結局のところ抜け駆けはできねえってこった。みんなしてな、何覗いてんだか。さあさあ、みんな揃ったことですし、夜の見回りでもしましょうよ。ああいいね、みんなでそうやって仲良くやってんだな。みんなで見回りに楽しそう。アイリスも行く、早く早くレッツゴー。ま、そろそろ見回りの時間ですし、隊長、また今度日本の文化について教えてくださいね。とほほ、結局はこうなるのか。すごいすごい、お兄ちゃん全部のお話クリアだよ。さすがは少尉、見事な勝ちっぷり、惚れ惚れいたしましたわ。でもよ隊長、こんなことくらいで満足しちゃいねえよな。次の舞台は自由対戦、大神半島ちら一対一の真っ向勝負やで。自由対戦で全員に勝ち抜くとご褒美が待っていますので、頑張ってください。それでは引き続き恋恋対戦をお楽しみくださいね。おお、いいなあ、面白い、ちゃんとご褒美あったんだ。いやーいいね、ついちょっとボイス大事にしたいなと思って黙ってしまいました。あ、これで全員、あー、まだでもあと2つあるな。あやめさん出てきたね。いいなあ。そうか、じゃあ自由対戦も全部コンプすればまだなんかあんだな。なんだろうな、イラストかな。いや、あと気になるのはエンディングがあれだったね、マリアとコーラの2択みたいな感じになったな。うーん、まあ 2敗か、4勝2敗でああいう風になる。だからなんか、ちょっとこれはもうちょっと攻略本見て、こっからはちょっと解禁してなんか分岐があるのかなとかを見ていこうか。今の画面見れないかな、戻れば見れるかな。お疲れ様でした大神さん、花札はいかがでしたか。大神さんさえよければ花札を続けていいですけど、どうしますか。あー、思い出もう一回見るとかないのか。そうかそうか、見たかったな、録画しといてよかった。いやでも、うん、なんかみんなとこうやって楽しめるモードがあるっていうのはすごくいいですよね。あー、そうだね、なんかまあこれで一段落かなと思うんですけど、もうちょっと攻略も見てみて、なんかこう皆さんとシェアする、うん、部分があるようだったら、その辺をちょっと広げてやっていきたいかなと思いますので、まあ、とりあえずこれで恋恋対戦熱き勝負には一区切りというふうにさせていただければと思います。ね、動画いろいろ何を上げていくかとかっていうのは YouTube コミュニティを、このチャンネルでは作っていますので、多分チャンネル登録してる人はどんどん、普通の YouTube のトップ画面に私が、このスケジュールでこういう風に動画やるよとか、こんな面白いところがありましたっていうのをね、紹介してるのが、見られるし、チャンネル登録とかしてなくても、私の神山隊長アイコンからクリックしていただいて、チャンネルのページからコミュニティっていうのを押すと、そちらも見ることができるので、好きなように使っていただければと思います。桜対戦ファンが集まるチャンネルでは
皆さんと桜大戦の良さを振り返ったり、これからの作品のね、魅力を語り合うような、場を作っていきたいと思っていますので、これからも足を運んでいただければ幸いです。はい、じゃあここまで一緒に付き合っていただいてありがとうございました。他の動画もお楽しみください。それでは見てくれた全国の隊長に敬礼。